はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。榊篤でございます。なんか今滑舌が悪かったですね。5時回りました。1月の29日土曜日でございます。もう暗くなりかけになって半分くらいですね。でもあれですね、1月のもう20日過ぎましたんでね、一番こう日が短いのは12月の21日でしたっけ、去年は。あれに比べればですね、当時ですか、あれに比べればちょっとマシですね。だん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 日が長くなっていって、だん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 暖かくなっていくというね。さあ、もうね、もう年寄りですからね、私もね、もう寒いのかなわね、ほんまに。さあ、本題いきましょうか。ザクザクでございまして、夕刊フジです。もう夕刊フジなんていうのは、今の若い20代の方は、そんなんだ、それ何っていう、夕刊誌というもの自体がですね、こう、記憶にないんでしょうね。連載を始めたのは9年前なんですよ。9年前はまだね、駅のホームに2箇所ぐらいキオスクがあって、夕刊誌売ってたんですよね。今1箇所もないやん。1箇所、1箇所ぐらいあんのかな。茅場町のホームに1箇所とキオスクあるかなっていう感じですけどね。あれですね、昔はどの駅にも必ずキオスクあったんですけど、今はほぼないですね。ほぼないっていうか、主だった駅にはありますけどね。日本橋とか茅場町とか銀座とかはありますけど、こうちょっとマイナーな駅ってキオスクないですもんね。びっくりするわ、ほんまに。だから夕刊誌というそのものの存在をですね、今の20代の方はほぼ知らないでしょうし、紙をね、しょぼ知らないイメージないでしょうし、あるんですけどね、今でも。30代の方でもですね、ああ、そんな昔ちょっとあったかなみたいな、そんな感じちゃいますかね。その夕刊フジのサイトがザクザクでございます。ここにですね、私の記事も出るんですよ。週の初め頃に出るんですよ。金曜日にですね、昨日ですか、紙に私のコラムが載りまして、でそれの記事がだいたい月曜か火曜日にザクザクに上がってます。探してください。マンション業界の秘密というシリーズでございますんで、余計なことを2時間半じゃ2分半も喋って怒られそうですんで、本題いきましょう。ザクザクの記事でございまして、29日今日の15時と言いますから、今から2時間前ですか。ハリス米副大統領と台湾の頼副総統が歴史的首脳級接触、米台連携アピール、中国は反発、指揮者中国が動きづらい時期を狙った。これ狙ったんでしょうかね。まあ、ようわかりませんけど、読んでいきましょうね。米国のカマラ・ハリス副大統領と台湾の頼清徳副総統が27日、中米ホンジュラスで接触した。台湾に軍事的圧力を強める中国を睨み、国際社会に歴史的な首脳級接触を見せることで、米台連携をアピールしたと言えそうだ。まあ、狙ったんでしょうかね。やっぱしね、写真がちゃんときちんと出てますからね。カマラ・ハリスさんと台湾の頼副総統ですか、こうやってこう握手してはる写真がね、これには出てませんけど。習近平国家主席のメンツがかかる北京冬季五輪の開幕まで1週間を切る中、切る中、戦略的にタイミングを図っていた可能性がある。ああ、そうか。やっぱ計画的なんですかね。頼副総統、米副大統領と会話、会場の歓声には投げキスで応答。台湾中央通信社が運営する日本語サイト、フォーカス台湾は28日広報時と。台湾の日本語サイトあるんやん。はい、そのうち見ましょう。米台の首脳級接触は、中米ホンジュラスのシオマラ・カストロ新大統領の就任式、過去27日で行われた。映像では、ハリス・ライ両氏は式典の席が隣だったと見られ、互いに目を合わせ、手振りを交えながら会話する様子が確認できた。すごいやん。ロイター通信もハリス氏が中米における共通の利益などについて話したと報じている。台湾メディアは外交上の大きな突破と報じた。2ページ目がありますね。これ1ページ目貼っときますね。
中国は早速反発した。中国外務省の趙立堅、報道官は28日の記者会見で、中国は一貫して米国と台湾がいかなる形の公的なやり取りを行うことも反対すると批判した。ただ国連のアントニオ・グテーレス事務総長が五輪停戦を呼びかけているため軍事的恫喝はしないと見られる。今回の米台首脳級接触をどう見るか、国際政治に詳しい福井県立大学の島田洋一教授は、米台は中国が身動きが取りづらい時期を狙った。今はですね、北京五輪控えてますから、あんまりこう変なことできません。米国にとってホンジュラスは裏庭であり、包帯よりは比較的実現しやすい接触だった。中国が中南米に進出していることも考慮したのだろう。米議会の突き上げもあってジョー・バイデン政権は動いたのではないかと指摘した。やっぱし仕組んだんでしょうかね、カマラ・ハリスさんとでライさんとですね、まあ2人でね別室で会見するとこれはねやばいんですけど、同じ席にいたんやん、同じって大統領就任式やん、しゃあないやんみたいな、そういうですね言い訳ができるわけですね。大統領就任式でたまさか席が隣やったからお話ししたんですって言って、そういうことが言えるんで、そういうふうに仕組んだのかもしれませんね。ホンジュラスっていうのは台湾の数少ない外交国交がある国でございます。もちろんアメリカの裏庭ですから、アメリカとも国交があるわけだって。でそこでアメリカがこういうふうにやってくれって頼んだら、あよし分かりましたって、別にどうってもないわけですね、ホンジュラスにとっては。でこれのね面白いところはね、中国がすぐに反発してるんですよ。趙立堅っていうのはよく出てきますね、趙立堅さん。そのね、すぐに反発して、猛反発してるというところはね、そんだけ言いたいということなんですよ。なんせ分かりやすい国ですからね、あの国。分かりやすいんで、すぐに反発したということは、そんだけ言いたいということで、そんなどうでもええやんって言って、無視したらですね、まあどうでもいいわけですよ。そんだけ言いたい。で、一応副大統領ですからね、カマラ・ハリス。ナンバー2です。ナンバー2なんです。実質ナンバー2なんですよ。日本の総理大臣の副総理とかっているでしょ、今は誰か知りませんけども、あれナンバー2では実はないんですね、ナンバー2ではないんですよ。憲法で決まってませんからね、副総理っていうのは。あれは都合、ご都合でですね、総理大臣が臨時に指名すると、自分の代理を指名するという規定がありまして、内閣法かなんかに。でそれでもってですね、指名された人がですね、まあ、正式には内閣総理大臣代理と、臨時代理ということなんでしょうけども、呼び方が副総理っていうだけですね。要は副大統領、アメリカの副大統領と大統領の関係はワンツーなんですけど、日本の総理大臣と副総理の関係はワンツーというか、まあ、ワンプラスアルファみたいな、そんな感じなんですね。で、バイスプレジデントっていうのはですね、大統領が職務不能になったらですね、すぐに交代するという立場にあります。だから実質本当のナンバー2なんです、ね、そのナンバー2が台湾のナンバー2と会って話をして握手をしたと。でその写真を撮らせて世界に巻いたというところに意味があって、その次に中国が猛反発したというところに、それはそんだけ中国にとって痛い出来事やったというところにまた意味があるわけですね。でカマラ・ハリスさん、アメリカのバイスプレジデントですけども、今までろくな業績はないし、もうソース感食ってるんですよ、アメリカの国内で。そのカマラ・ハリスさんの今までの一番輝かしい業績がですね、これちゃうかなというふうに私は思いますね。でまああと3年任期がございます。3年任期あるけど3年全うできるんかと、バイデンさんがね、まあ、バイデンさんもしものことがあるとカマラ・ハリスさんが大統領になるんですけど、これはもう法律で決まってるから、もうその通りなんですけど、どうでしょうね、この政権あと3年どういうふうに続くんやろうというのが非常に、まあ、危うい感じですけどね。そのウクライナがね、今もうあんなことになってますから、まあまあ今週、来週ね、何かの大きな動きがあるかもしれません。
でもとりあえずカマラ・ハリスさんとの今までの伝えられたニュース読んでる限り、これが最大の業績になると私は思いますね。お疲れ様でございましたというお話です。このザクザクのページ貼っておきます。はい、皆様どうもありがとうございました。